んばんは。文化放送アナウンサー大田秀明です。連続3夜でお届けしています現在のさださんを作り支えた人々、そしてその出会いによって生まれたさださんの歌をさださん自身のおしゃべりでお届けするさだまさしスペシャル、さだまさしを作った人々。今夜はその最終日、さださんにとって忘れられない身近な友人たちとの出会い、別れ、そしてその人たちへ捧げた歌の数々をご紹介します。さだまさしスペシャル、さだまさしを作った人々第3夜。こんな小春日和の、いや春の日の穏やかな夜は、さださんの歌とおしゃべりが染みてきます。さだまさしスペシャル、さだまさしを作った人々。この番組はハートもおいしい東ハト製菓と、生活のすべてをきれいにするダスキンがお送りします。ここらでちょっとダスキンのコマーシャルです。この間あるビルのトイレを拝借したら、あのダスキンのあのこうザーって水を流す機械がこう設置してあったんですね。おお、ここでも使われてるなで、なんだか自分が最近オーナーのような気持ちになりつつあるんですが、これでいいんでしょうかダスキンさん。生活のすべてをきれいに、100番100番ダスキンです。さだまさしスペシャル、さだまさしを作った人々。さだまさしスペシャル、さだまさしを作った人々、最終の第3夜になりました。なりましたね。まあ、1夜2夜はあの非常にこう楽しいお話だったんですけど、もうそうそうたる方々が、ね、こうわーっと出てきて、まだ言ってない人もいるしそれをやっちゃうとこうあと何十回もどうにもなんないもんね。今夜はもうちょっと身近な、例えば友人とか親族とか、親族親族親族ね、ご家族とか、僕はあの、いろいろな人に、ね、歌を捧げてるんだけどね、まあ今日はじゃあそんな歌を聴いていただきながら、思い出を語っていこうかな。もういなくなった人たちの話からしていきますけど、僕は昔ね、サイモンとガーファンクルにとっても、まあ、今でも好きなんだけど、憧れている頃にね、ブックエンドというアルバムの中にオールドフレンドという曲があるんですよ。それのね、弦アレンジをしたね、ジミー・ハスケルっていう人、この人はあの、3回、グラミー編曲賞を取ってるのね、はい、あのオード・トゥ・ビリー・ジョー、ビリー・ジョーの伝説っていうのと、それから明日にかける橋っていうのと、はい、それからシカゴの If You Leave Me Now っていうんで、3回グラミーの編曲賞を取ってる。この編曲家にね、この、まあ、作曲家って言ったらいいのかなと、一緒に仕事がしたくてね、ロサンゼルスに僕の資料を送って、で一緒に仕事がしたいって言ったのね。そしたらば、やりましょうって返事が返ってきて、もう感動してね、風見鳥ってアルバムになるんですけど、で僕は24歳の時かな、初めてロサンゼルスへ行ったわけ。あと ロサンゼルスの空港に着くとさ、今ほどその治安が悪くなくてさ、あのベビーギャングみたいなのもいなくてね、本当にのんびりした田舎町だったのね、あの西部の田舎町って感じで、で迎えに来てたあのそのエージェントのね、あのいろいろ世話してくれる事務所の、春さんって呼んでた日本人のね、エージェントのそのあのまあ職員ですよね、春さんって職員が迎えに来てて、ステーションワゴンで迎えに来てくれててね、そのステーションワゴンをバーンと開けてね、トランクなんかをバン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 と中へ包んでね、それじゃあハリウッドのアギシさんっていう、あのアギシさんの事務所があのね、アギシアキコさんっていう女性がチーフだったのね、でそこの事務所まで行きましょうっつってね、あのスタートしてね、いやお疲れ様でしたとかで、大変だったでしょとかで、いやいやもう僕初めてなんで緊張してんですよと、そうですか、まあゆっくり行きましょうよってポーンってね、 FM のスイッチ入れたらね、いきなり測ったみたいにね、ホテルカリフォルニアが流れ始めて、うわーみたいなね感動があって、渚さんのところへ行って、そこでジミー・ハスケルさんも来てくれて、打ち合わせをして、ジミーさんのところへ行ったりして、で
アギさんのところへ僕は毎日ね行っていたわけね。そしたらあの机の上にねこうオーロラの写真が飾ってあってね、そのオーロラの写真がね何とも言えずねロマンティック、悲しくてね、あの儚くてね、ものすごくいいのね。で、あきこさんって言うんだけど、あきこさん、この写真いいなね、くださいよって、すごい優しい人だから言ったらくれるかなと思ったの、そしたら、あ、何まさしくん、それ好きって言うから、あきこさん、もうこれ好きだな、くれませんって言ったら、あのね、今ね、それちょっとわけがあってね、あげられないのよ、だから今度ね、ちゃんとしたら訳ありであげられないから、今度あなたにちゃんとあげるからって言われて、まあ、訳ありなんだなと思って、どういう訳かも深く考えなかったのね。そしてパーティーをね、完成パーティーみたいなのをあきこさんのお宅でやったのかな、その時にジャグジーがあってね、みんなで風呂入ったりしてね、でまあパーティーやってて、でその時に完成パーティーやってて、その時にまたそのオーロラの写真僕がおねだりしたわけ、だから、あきこさんあれ忘れないでね、オーロラの写真ねって言ったら、ああ分かってる分かってる、いや本当にあなた聞いてくれたらね嬉しいわとかって言って、で最後に僕らが、もうスタッフが帰る時にね、ビクトリアステーションっていうところでみんなで食事をしたんだけど、その時に僕のスタッフがなぜか発表しますとかって立ち上がってね、なんかまさしの雨宿りっていう歌がチャートで1位になってるそうです今日本では、騒ぎらしいですよって、みたいなね、1位なんであんな歌とかって言ってたわけ。そしたらあきこさんがまさしくんね、まあみんな盛り上がったしばらく経ってから、オーロラの写真ね実はね主人の片身なのよっていうわけで、片身ってどういうことって言ったら、明石光穂さんとおっしゃるね、方で、写真家でね、で、オーロラの写真、最後ね、オーロラに憧れてね、オーロラばっかり写真撮っててね、セスナーのね、プロペラに巻き込まれてね、亡くなったのね。なんで巻き込まれたかっていうのもね、興奮してたらしいのね、もう何年に一回ってオーロラで、空から撮りたいっつうんで、それから、助手がねいっぱい機材持ってヨタヨタこっち歩いてくるのを 見かねてね、飛び出しちゃったみたいなんだよね、それで本人がそんなしょっちゅうそのセスナー乗ってる人がねそういうミスしちゃった、魔が差したのねとかって、それでしんみりしちゃってね、それでそれから何年か経って明石光穂写真集大地の歌っていうのがね日本カメラ社から、まあこれも絶版になったようなんだけど送られてきたの、いきなり、ああ忘れてなかったんだと思ったら、その中にね僕の好きだったオーロラの写真が入っててね、でそこに、2人のいきさつがこう書いてあって、で子供が2人いるんだけど、でそれからこの2人の子供を守ってね、自分が、大学を出てね博士になって、で女性なのにね今エージェントをやって、ブルックシールズ日本に最初に連れてきた人でもあるし、それからカール・ルイスのものすごいカルースをスーパースターにするプロジェクトのチーフだったのね、だからそういうすごい人なわけで、その明子さんとね光穂さんが出会ったいきさつ、北海道の人なんだけど北海道大学で知り合って、でそのいきさつなんかをこう読んでるうちにもう涙出てきちゃってね、それをほとんどそっくりそのまま歌にしたのがオーロラって歌なんですよ。ちょっと聞いていただこうと思います。一人で盛り上がり、山岳
覚悟に来なさい山はいいから本当にいいからと知らないうちに丸め込まれてた自然はとても大きいってそれが得意のフレーズ人間は手前輪っかの中で傷つけ合うのを静かに見てる貞正を救った人々貞正スペシャル貞正を救った人々オーロラという曲を聴いていただきましたが、ね、もう亜希子さんはやっぱりこの歌をすごく気に入ってくれてねいい歌作ってくれてありがとうって手紙もらってであのロサンゼルスへ僕は行くとねいつもあの一緒に子供たちと一緒に食事をしたりするんだけど子供たちもどんどん大きくなっちゃってね最近はやっぱり僕がオーロラって歌を書いたっていう思い入れがあるせいかあのこれはママとパパの歌をあのマサさん書いてくれたのよって言ってあるもんだからなんか僕のことねすごく大事にしてくれて子供もねあの本当にこうやって思い出ってどんどん膨らんでいくのかな生まれて初めてねロサンゼルスに行った時の話なんだけど、九州朝日放送にねもうお辞めになったけどね黒岩さんっていうね名物プロデューサーがいたんですよでこの人と僕は番組をやってる最中だったもんで不思議な人でどっからその予算引っ張り出してくるか分かんないんだけどあのロサンゼルス一緒に来てね録音してたのねでそれもねいい加減なわけで1時間番組だったのにね一緒にねディズニーランド行ってんだよね、で俺がうわーとかなんだとかって言って時々こうマイクになんか喋ってるのをねそのまま持って帰ってなんか番組しちゃうんだよね変な人だったけどねその人がすごく親しくしてるあの奥さんがおられてその奥さんの娘さんがあのロサンゼルスに留学してるんで飯ぐらいご馳走してあげてよって言われたんでそのお嬢さんと会うよって言うんでで、まさしも時間があったら一緒に食事をしようって言われたのねで、僕は渡辺俊之君と一緒に、じゃあ、いいですよとその日の夜はレコーディングもないし、じゃあ、盛り上がりましょうって言ってねロキシーっていうお店があるんだけど、ショーをやるショーパブみたいなねそこで、ね、ドリーパートンのねショーがちょうどやってたでドリーパートンショーをせっかく来たんだからドリーパートン見ようかとかってそらそこでね、レイコちゃん相沢レイコって言うんだけどその相沢レイコっていう子に紹介されたので、いくつぐらいだったかなあの当時まだ二十歳そこそこだったのかな、いい子でねでなんかも銀色と本人は主張するあの中古のフォルクスワーゲンに乗っててねですごくいい子で僕らがロサンゼルス初めてだったもんでいろいろあっち案内したりこっち案内したりしてくれててで僕らもすごく仲良くなったのねで彼はサンペドロっていうね、ロサンゼルス郊外の港町に住んでてでそこへぜひみんなでね合宿みたいにして生活してるから遊びに来てって言われてで行ったのねそしたらみんな暗いの女の子がね8人ぐらいで一軒家を借りて住んでんだけど、みんなこうやってしょぼしてるから何があったのって聞いたらその仲間の一人が交通事故で死んじゃったって言うんだよね日本で日本に帰ってて、それでって言ってたのねそれ
でその黒岩さんなんかも、まあ、しばらくして、まあ、まあ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 メソメソしてても仕方がないよねと。でなんか食べに出ようって言ったらみんながやっぱ若い子だからねパーって気持ちが切り替わってアイスクリーム屋行ったのよ、で俺それまでアイスクリーム屋っていうのが存在するっていうのは信じられなかったわけね、俺たちアイスクリームっていうのはさ、アイスクリーム屋なんてなかったことだから。ほんでしかも行ってみるとさレストランみたいになってるのね。おで予約しといたから予約しといたからって言うんだよね。でアイスクリームアイスクリームが座ってくるわかんねえなって言ったら渡辺あのみんなそれぞれこう注文するんだけど、で渡辺くんがね俊之くんがね、なんか注文しようとするとみんながいいないいないいないなとか言うわけ。なべさんいいなとかってなんて僕も食べたいでいいないいのって言ったらね、あのいきなりねパッと明かりが消えたかと思うとねすっごい花火炊きながらねアイスクリームが来るわけよ。アイスクリームの大きな塊がなんだあれはって言うとね、従業員がね3人ぐらい来てね、それで、レディーアンドジェントルメンってさ、あの遠い日本から友達が来てくれましたってなこと言うわけだね。そして渡辺ゆうきは今日誕生日です。嘘なんだよ嘘なんでそういうことにしちゃってるわけよ、誕生日を迎えましたってイエーとか店中に店中がイエーとか言うわけよそうさみんなで歌いましょうハッピーバースデーツーよって始まってたわけと鍋が照れちゃってさ、あ僕誕生日になったのねとか言ってるわけでそれで終わった後でね鍋スピーチスピーチって言ったらああサンキュー、サンキューフォーユアーカインドネスとかわけのわからないこと言ってたよねそれでそういう楽しい思いをねいっぱいしててちょうどそういうなんか明るい子でね、僕が生まれて初めて車に乗せた女性っていうのも彼女なんだよね。免許をロスで取ってねそれで、免許を取れたからもうその証明書で乗れるんだね即日で。よしこれでお前俺ちょっと運転してもうレンタカー借りてきちゃったんだけど、レイコどうする、お前の車に乗っていくか、お前運転していく俺運転していくって言ったらね、あ私より沢さんの方が安全だわとか言って、それでサンタモニカまでね、車で走って、あの頃本当治安が良かったんでね、夜うろうろしてても大丈夫だった。で一緒にまあデートだよね、散歩したりして、そのうち彼女が日本に帰ってきて、まあ僕らのその時何人もで仲間で行ってたんだけど、その仲間のうちのね一人に惚れちゃってね彼女が、である時、呼び出し食らってね僕が、バレンタインデーだったんだけども、呼び出し食らったらばチョコレートくれるわけね。いやいやいや申し訳ない申し訳ない、じゃああなたにじゃないって言われて、彼に渡してくれ、ああそうか分かった渡しとく、で、私はこれから誕生祝いがあるので、博多の子だったからね博多に帰ります、誰の誕生日って言ったら私の、あおめえバレンタインデーの生まれだったのかとかって言って空港まで送ってってね、でそれで別れた時のその寂しそうな後ろ姿覚えてるね。それからほどなくして彼女はカーター大統領が伊豆に初めて行ったその年に、そのちょうどカーター大統領の来日中に交通事故で急に死んじゃったんだね、で友達と友達の彼と3人でドライブしてて、なんでもないカーブだったね行ってみたけども、もうね簡単に死んじゃってね、でだから一番いい時を俺たち仲間同士っていうのかな、やれ杉田ない男とか女とかじゃなくてね、本当になんか青春時代を一緒に過ごしたな、一番キラキラしてたななんて思うとさ、もうなんか切なくてね、メキシコのティワナっていう街までね一緒にドライブしたりなんかした思い出があるもんだから、彼女のこともね、まあ通称、まあ、ミルクというね、まあ、フレッシュミルクばっかり飲んでたし、なんかこうサーモンピンクのなんかクレージュのニットのワンピースとかっていうのがすごく似合う子だったからね、そういう印象をねミルクが風になったっていう、まあこれは僕と恋愛をしてたという形で書いたんだけどもね、実際にはまあ残念ながらとっても素敵な子だったけど僕とは恋愛までには至らなかったんだけどね、ミルクが風になったを聞いてください。
綿毛たちが染まりながらすり抜けてく。光の中で時間が輝いてた。スペシャル、さだまさしを作った人々。さだまさしスペシャル、さだまさしを作った人々。この番組はハートもおいしい東波と聖火がお送りしています。ここらでちょっとダスキンのコマーシャルです。さだまさしがダスキンのコマーシャルをやらせていただいているというのはどなたもご存知のようでありましてですね、子供たちなんか私の近くにすり寄ってきまして、おっダスキンだなんていうことを私に言いますですね。だからしょうがないから私も紹介してねとかですね、100番100番と答えるんですけども、私は正確にはさだまさしですから。生活のすべてをきれいに、100番100番ダスキンです。さだまさしスペシャル、さだまさしを作った人々。僕を作ってきた人たちっていう意味では、青春時代を一緒に過ごした、そしてもういなくなってしまった人っていうのはとっても大きな影響を僕に与えてくれた。で、僕が生きてる限りは彼らは僕の中で生きてるし、そして僕が成長するのと同じように彼らも成長していくし、あの時何気なく言った一言っていうのはすごく後で僕の中で花咲いていったりすることがあるんだけど、僕の兄貴分だった男でね、ずっとギターをやってくれた福田育太郎が交通事故で、彼も交通事故で死んでしまった。だから僕はね、もうよくラジオでも言うんだけどね、シートベルトはしてよって頼むのね、ミルクもね、それから福田育太郎もシートベルトをしてればね、多分命は助かってる事故なんですよ。シートベルトを締めるなんていうのはもう車に乗る人間のこう常識っていうのかな、服を着て人前に出るっていうぐらい当たり前のことなのにね、ついめんどくさくなっちゃうんだろうな。福田育太郎が突然、消えた時、今から10年前ですけどね、彼はその8年前から僕のバンドのリーダーとしてねやってくれてて、最初はねさだまさしなんか大嫌いだったんだって。で、彼はねヘビメタでね、ヘビメタバンドをやっててね、さだまさしなんか冗談だねバカ野郎、精霊流しふざけんだろこの野郎ってね言ってたのね。でも仕事はしなきゃなんないでしょ、
エレキさだまさしね、お前エレキなんかお前どうやってお前使うんだお前ね、チャーリーとか言ってよお前よ、エレキお前どうすんだよお前ね、なんて言いながらね、僕のとこ来たの。そして帰去来っていう僕のソロアルバムをね、デモテープをその日の第1回目のその集合の時にね、帰りに渡して、今度出るアルバムなんですけど多分これが中心になるんで、これ聴いといていただけませんか、ああじゃあ一応聴いとくなんですよね、うん、怖かったのね俺、年も2つ上だったし、ああ怖いなと思ってね、ちょっと日野翔平に似てたいい男でね、うん、女にはモテたね、いい男だった、モテすぎたね、素晴らしい、で感受性が強くてね、本当にねキザでね、いつもボルサリーノの帽子かぶってね、三つ揃いペッと着てね、それで途中で上着パーンと脱いだりするとね、こうチョッキのまんまギターキューンとか弾いたりするんだよ、かっこいいのよ、で翌日のねリハーサルの時に彼がね一番最初に来たんだよね、それでアンプやなんか運び終えたらね、僕のところへツカ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 って来るとね、僕の前にドーンと立ちはだかってね、佐田君さ怒ってんのね、うん、怒ってるかと思ったわけよ、佐田君さはいって言うじゃない、俺さ昨日帰ってからさテープ聞いた、目合わせないでシャイだから、テープ聞いたけどさ僕はさ君を勘違いしてたよ、僕はさだまさしって、勘違いしてたよ、だからごめんねなんだろうなこの人はと思ったらね、僕ちゃんとやるから一生懸命やるよ、俺感激したんだよ、思うんですよね、それから本当にね一生懸命やってくれたね、たくまもクラシック畑で育ってきてるのにあんなものやれとか言われてさ、たくまに煮詰まっちゃうしさ、もう俺はついていかない、やめろなんて言うのをさ、福田育太郎がさラーメン屋連れてってまあまあ待てなだめてみたりね、でリーダーでも本当にね公私ともにね僕の兄貴分だったね、で10周年記念コンサートの大阪の7日間は一緒だったのね、付き合ってくれて、でまあこれはもう僕のお客さんはみんな知ってる話なんだけど、打ち上げをねフェスティバルホールの楽屋を使ってやった時にあんまり酒飲めないやつだったんだけど、缶ビール持ってさ、もうめっかな顔してさ、フラ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 って僕のとこ来てさ、でまさしさ、もう昨日からさ、小杉純一さんとかさ彼らといろいろ朝までまさし論を戦わしたんだけどさ、まあ、結論から言うとさ、やっぱりまさし君を一番理解してるのはやっぱり僕だよっていうわけ、いきなり、で、あそうなんで、いや僕なんだよ、それはね僕にしかわからないけどね、君を一番理解してるのは僕だよで、ニヤ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 してるわけ、照れながらね、まあこんなこともないと思うけどさ、万が一君が世界中を敵に回すようなことがあっても僕は君の味方だよっていうわけ、で俺その時にね、太郎ちゃんダメだそんなこと言っちゃーって言ったの、そんな縁起でもないよって、で思ってくれるだけでももう十分以上なのにね、そんな照れくさいこと口に出して早死にすんなよなって言ったので、元気でやってくれよな、本当に俺のこと守ってくれよって言ったら、任せてとかって言ってね、フラフラフラっとまた人混みの中に消えてったけど、それから一呼吸を置いて大分でコンサートがあった時にね、一緒に飛行機で行って、ほんでホーバークラフトで大分市内までベーッと走るんだけど、そのホーバーの中でね僕の隣にスーッとすり寄ってきて、まだしさなんとかっていうピアニスト知ってるとかね、まさしさなんとかってバイオリン弾き知ってる、知ってるよ、上手、すごく上手だよ、そうじゃあなんとかと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 なんとかが揃ってんだけどさ、そういうアルバムっていいと思う、おいいんじゃない、子供にいいかなって、もういいと思うよ、いや実はさなんかより新聞で読んでよ、子供にもクラシック聞かそうと思ってさ注文しちゃってんだよ、これくだらねえと頭きちゃうからさ、いやいやいい演奏家だよとか、まあ二人きりで話したのそれが最後だったね、で僕が大分のコンサートが終わった翌日に彼は死んでしまったんだけどね、未だに耳に残ってるな、世界中を君が敵に回しても僕は君の味方だからねっていう、照れくさそうな
僕はこの一言に随分支えられたと思うな。あのもしかしたら本当に太郎は僕のことを理解してくれたんじゃないかと思うし、音楽をやってる人間としてね、同志としても理解してくれたかもわかんないし、音楽を離れた部分でもね、俺のことをねこいつ理解してくれたんじゃないかと思ってね、彼が死んだ後はねしばらく寝られなかったね。でいつも僕はステージトークで生意気なこと言ったりするのね、ついつい偉そうなことを言うとね、必ずその日の晩に僕の部屋電話があるわけ、太郎から、うん、福田育太郎から。それで、まずさちょっと部屋行っていいかななんて来るじゃない。そうするとビール飲みながら、あんまり飲めないんだけど真っ赤になってさ、最初40分ぐらいなんかくだらない雑談してんだよね。それで帰り際にさ、まださ そうだわざと思い出してみたいな顔してさ、今日ステージであんな言い方したけどさ、あれお前らしくないぜ、あれ誤解するやついるからさ、あれお前らしくない、あのこんなふうこうコロコロこういうふうに誤解するやつがいるから俺はやめてほしいな、そんだけとかって帰るわけ。もう必ず言いにくいことがあるとね、照れながら必ず説教してくれたな。だから彼がいなくなった後でもさ、コンサートツアーやってるでしょ。そうするとね、あ、今俺生意気なこと言ったなって自分で思うようになるのね、うん、そしたらね、太郎いないのにね電話かかってこないかなってね待ってる自分がいてね、あの時ほんのちょっとの期間だけどアルコール依存症になったな僕は、うん、それぐらい痛手だったな福田育太郎を失ったってことは、うん、僕にとって本当にあの兄弟に近い存在感を持った男だったですよ。ただ僕は彼のその、うん、亡きがらとは合ってないんですよ。あのお母さんに断られた。あの太郎は正志が、ま、大好きだったから、あの今こんな無様な姿で会いたくないって言ってると思うから正志さん会わないでくださいって言われてね、僕だけ会ってない、メンバーみんな会ってるのにね僕だけ会わせてもらえなかったのね。だから僕の中ではね、福田育太郎はまだ死んでないんです。うん、シカゴかニューヨークでね、仕事してんですよ、うん、バイバイギターを聴いてください。
しスペシャル、さだまさしを作った人々、さだまさしスペシャル、さだまさしを作った人々、バイバイギターを聴いてもらいました。切ないですけどね、これを20周年記念コンサートの第1夜のアンコールで歌ったんですけど、もう東京での第1夜は僕はもう涙が出てしょうがなかったな。なんかこういう歌ってさ、勢いで作るんだけど作って時間が経つと辛いな。例えば僕を応援してくれた大谷純平だとか小杉純一だとか、そういう人たちのためにも、例えば1986年ラッシュだとか、それからサンクチュアリなんて歌を捧げてるし、まあ京都のね、小さなスナックの、お店を切り盛りしてた長戸百合子さん、あの鳩のお母さんに、言われて作ったのが関白宣言だったりするしね、原田泰治さんとの付き合いの中で山桜の歌が生まれてきたり、それから中学時代を歌った杵川橋だとか、小学校時代の友達を歌った吉村だとかね、つい最近文校の子供たちに出会ったのだった我も子だとか、本当にね、それから僕の本当の意味での兄貴分の建具屋の加藤さんを歌った建具屋加藤の決心なんて、本当にね、聴いてもらいたい歌がね、僕を作った人たちの歌っていっぱいあるんですけどね、でもあえてもう時間もなくなってきたんでね、僕が最後にねおすすめしたいのはね、セイヤングっていう番組のね、リスナーたちですね。12年半僕はこの番組をやらせていただいた、一人になってからね。でセイヤングが始まって25年の中でグレープが1年半やってたから、それを足すとね、僕は25年の中の14年、セイヤングをやってるんですよ半分以上の長さにわたってやってるとね、ここでね、僕がリスナーのハガキからね受けた影響ってとっても大きかったと思うね。例えば人生についてだとか、それから僕が何か一言言った気に障ることっていうのは必ずね、反論が来るし、で僕が言った生意気なことが気に入らないって言って去っていった人もたくさんいると思うのね。で何か言ったことにすごく感激してくれて、それからずっと応援してくれてる人もあるし、ただまあ暇つぶしに聞いてくれてる人もあったのかもしれないけど、僕はまあつい終わってしまったばっかりの番組なんだけどね、僕はセイヤングのリスナーという人たちにとてつもなくね、いろんなことを教わったなと思うのね。例えば僕らのようにヒット曲が出てしまった歌い手っていうのは、いわゆる姿勢の生活から少しずつ有利していくでしょ、はい、例えばそうね、どこ行ってもあ、さだまさしだなんて言われるようになるわけだし、コマーシャルなんか出ちゃったりなんかしてると、お、100番100番とか言われたりなんかしちゃうでしょ。そうすると、まあそれも本当の自分なんだけれども、もっとその普通に生きてる、その有名人とか芸能人じゃない自分に会いたいじゃない、そうね、はがきだとね会えるんだよね、そういう自分にね。でそれでそれをね、町の人々がどういう生活をしているのかってことをね、僕が別の世界に行かないようにつなぎ止めてくれている非常に重要な僕のアイテムがね、セイヤングという番組であったし、セイヤングという番組に寄せられるはがきだったと思う。でこれだけは自信があるけれど、まあ見事本当にびっしり書いてあったね、ハガキに。こんなにね充実したハガキが来る番組って僕は知らないな、他に。ないですね。で作りでなしにね、あれだけのハガキが来る。でみんなねここでね自分の生活をね暴露していくんだよね。で匿名希望だと暴露しやすいこともあるだろうし、一旦正直に恥ずかしいことでも、サタだったら笑わないでくれるかなって安心感があるのかもしれないけど。すっごい恥ずかしい話書いてきたりね、悲しかった話、悔しかった話なんか率直に書いてきてくれるでしょ。そうするとその、あ、俺のこと信用してくれてるっていうね思いがね嬉しいもんだから、
もっと信用しようと思うし、あの誠意を持って番組をやろうと思うし、どんなくたびれててテンション上がらない日もあったけどね、うん、もう自分で一生懸命やってんだけど、なんかさ言うギャグがさもう全然つまんなかったりさ、トーンがすんごい下がってたりね、うん、そんなことも体験してきたし、で自分の生活のリズムになってたね、土曜日の夜に深夜放送をやるっていうことね。そしてそれが今時ね、今時ラジオって、笑われるんだけれど、今時じゃないんだよね、今はラジオだと僕は思ってるし、その中で僕のそのどう言ったらいいのかな、存在証明を取れる、もうアイデンティそのものというのがセイヤングって番組だったなと、今になればね終わってみて改めて思いますね。これからでしょうね、寂しくなるんだね。で、まあ辛かったよ、まあ正に言うとね、コンサート終わってハガキ選んで、で12時半まで生放送やって、そこまでが辛いんだな。でそれで みんなでスタッフで飲みに行くときはもう辛くないんだけどね、うん、そこまでがなぜかね辛いという日もありました。でもあの僕は一生懸命やってれば報われるっていうのは絵空ごとかもしれないと思いながら、一生懸命やってれば報われると言い張って生きてきたでしょ、うん、でそれがね500回記念の時にね、ある人のアイデアでもって、いつもはさだのコンサートを聞いてばっかりだから、今度は俺たちが聞かそうって言うんだよ、自分が楽器だと思うもんだったら何でもいいから持ち寄ってさだに聞かそう。まあ2000人ぐらい寄るかなと思ったら4000人以上の人がね集まってくれてね、でハッピーバースデーっていう曲をみんなであの演奏してくれたのね、あの、まあ、僕のカラオケに合わせてだけど、それはね野外でちょっと小雨模様の日だったんだけれど、あの僕一人がお客でね、あとは要するにリスナーたちが、これはねあの単純にねファンというんじゃないんですね、リスナーたちがね、本当にねみんな楽器持ち寄ってね、中には立ち上がってね達者なトランペット吹いてる人もいるのね。そうかと思うとさ、通路の脇でさ俺に聞こえるはずがない位置でね生ギターをねフォークギターをねかき鳴らしてる少年がいるわけよ。でこの少年なんかもねもう見るからにねこいつ友達いねえだろうなっていうようなやつがね、もう俺の顔をねクーって見ながらね聞こえてるからさだっていう思いでね、もう俺それ見てたらもう涙出てきちゃってね、もうどうしようって体がね震えてきちゃったね。それからなんかそこの辺にさお父さんもさ別にさ来たかないやね、そんな休みの日に。でしょうがね、もう母ちゃんが言うしさ子供言うし、まあしょうがね、さだまさし、まあ見に行ってみっかみたいなもんで、あ付き合いで来てんだなと思ってあぐらかいてぼーっとしてるわけ。あさすがにお父さんはね、あれだなと思ったらこっち側してさ、なんか茶筒にさ米かなんか入れてきたのかね今だったら考えられないけど、うん、なんか入れてきたんだろうな、これをねこうねマラカスみたいにこうやって振ってるおばちゃんがいるかと思ってね、いやー本当にみんなねいろんな楽器っていうのは、俺音楽ってやっぱりちょっと勘違いしてたかななんて、もう本当わずかの時間の間いろんなこと考えて、さっきのね何にもしてないぼーっとしてるお父さんふっともう一回見たらね、カスタネット手に持ってんだよね、もう俺さもうダメだった、もううるうるになっちゃってね、いじめすぎだよあれは。もうセイヤングやってきてね、あ報われた、俺バカみたいに言い張ってうちは立ち退きませんとか言ってね、迷惑借り水文化放送も迷惑だったと思うよ、もうセイヤングさやめてさ新しいものになってんのにさ、うちは立ち退きませんとか言ってさ、嫌なやつだよね考えてみたら。でもやらしてもらったのがね、あ俺やってよかったなって本当に心からねやってよかったなって思った一瞬だったですね、うん、僕は感謝してます。だからこのこういうあの、ね、熱気はね一生忘れないと思う。あのステージの上で聞かされたあのハッピーバース、決して上手じゃなかったけれどそんなもんじゃない、音楽っていうのは上手下手じゃなくて、こう人を震わせるってことはもっと違うところに魂っていうものがねちゃんとあればね震えるっていうことがね本当に教わったのね、もうそういう意味ではもうラジオ史上に残る素晴らしい演奏だったと僕は思ってます。
最後にそのセイヤングのリスナーたちの合同演奏によるハッピーバースデーをもう一度聴いてもらおうと思います。セイヤングのリスナーの皆さんの演奏によるハッピーバースデー聴いていただきました。本当に思い出しますね。太田君が仕切ってくれたんだもんね。イベントね、もう朝から、もう朝一番からその潮見駅ですよね。潮見駅の周辺に楽器を持った老若男女いろんな人たちが集まって、異様だったよね。異様でしたね。確かに異様だったよね。いやでも素敵だったなと思う。まあ太田君も本当セイヤングでいろいろお世話になりました。いやいや本当にクイズの王子様とかさ、それからなんか、わけわかんないあの東京タワーにインタビューさせたりね、インタビューもしましたね。もう申し訳ありませんでした。いやいや本当に、またあの別の番組ありますんで、そちらでもよろしくお願いします。いろんなところでクイズ使ったり、ね、やっぱりさだまさしさんがこう影響を受けてきた人っていうのは、もう3回では語り尽くせないぐらいいっぱいねいたでしょうし、ただその12年半にわたって、セイヤングのリスナーの人は、さだまさしさんから影響を受け続けてきてるわけですからね。まあね、影響ということじゃないにしても、こう、なんていうのかな、えいぐらい受けたかもしれないね。まだまだしたい人も、話したい人いっぱいいるんですよ。例えば、ディレクターの川又晃弘さんと出会わなかったら今の僕はないということとかね。それから、佐渡で一生懸命時を守っている近辻幸喜さんとかね、それから風に立つライオンの柴田浩一郎先生の話とか、素敵な人は本当にいっぱいいます。もう泣きたくなるほどね、いい人いっぱいいるんですよ。また機会があったら話をさせてください。スペシャル、さだまさしを作った人々。ここらでちょっとダスキンのコマーシャルです。
昔はよく歌聴いてますよなんて声かけられたもんなんですけどね、ダスキンのコマーシャルをやるようになってからは、さださんうちもダスキンなんですよって声かけてくれる人がかなり多くなりましたですね。これはこれで嬉しいことでございます。だけど人を指さして、あ、モップのおじさんだ、そういう言い方はやめていただきたい。生活のすべてをきれいに、100番100番ダスキンです。を作った人々第3夜、いかがでしたでしょうか。さて、文化放送ではさだまさしのセイヤングに代わるさださんの新番組、有限会社さだまさし大世界社が4月16日土曜日午後3時よりスタートいたします。今回の3夜連続のスペシャル番組でもお分かりいただけたように、さださんはまだまだ皆さんにお伝えしたいことをたくさん持っています。もっともっとさださんのお話を聞きたい方、そしてもっともっとさださんにいろんなことを伝えたい方、さださんの毎週土曜日午後3時からの新番組、有限会社さだまさし大世界社にご期待ください。そして参加してください。さだまさしスペシャル、さだまさしを作った人々、おしゃべり、そして音楽はさだまさし、聞き手は文化放送アナウンサー太田秀明でした。さだまさしスペシャル、さだまさしを作った人々、この番組はハートもおいしい東波と聖火と、生活のすべてをきれいにするダスキンがお送りしました。